はい、南インドの日本語教師の皆さん、こんにちは。今日はですね、日本語の勉強方法の、ブラッシュアップコースの第4回目です。この、スライドはですね、一番下にオレンジ色で書いてありますが、bit.ly/、ブラッシュアップコース2020年9月30日っていう、こういう、短い URL で、このスライドを見ることができます。で、リンクもありますので、この動画だけではなくて、ぜひスライドも見てください。はい。今日を、ご紹介するのは、アニメ型と呼ばれている、日本語の、勉強方法です。で、ですね、ちょっと待ってくださいね。はい。はい。で、ただアニメ型だけではなくて、これコンテンツを使った勉強の方法をご紹介したいと思います。で、最初のですね、1回目のビデオでご紹介した通りですけど、アニメ型っていうのはここに書いてあるような特徴があります。アニメなどのコンテンツを使って日本語を勉強するわけですね。で、そういう場合は、教科書を使わないで、勉強します。そしてあまり目標ははっきりしたものがありません。で、楽しく勉強する方が好きっていうことですね。で、いや、むしろ勉強しているとも思っていなくて、気がついたらいつの間にか日本語が話せるようになっていたという人も多いです。で、友達があまり多くなくて、耳から勉強するタイプが好きな、ことも多いですね。はい。で、さっきも言いましたけど、そのコンテンツを通して、言葉を勉強することを、CBLL と言いますね。Content Based Language Learning。で、これは、アニメで勉強するのは、この CBLL の中の一つです。で、その他にも、村上春樹の、小説を読むとか、あと最近はライトノベルっていうのもたくさんありますよね。簡単な読みやすい小説もたくさんあります。で、そういうものをコンテンツを使って勉強する方法が、この CBLL ですね。はい。で、9月30日水曜日に、やってもらいたいことは、その、LLN、Language Learning with Netflix。すいません。YouTube の方ですね。Language Learning with YouTube なので、LLY です。はい。LLY と、それから、ハテナブックマークという、日本で一番有名なソーシャルブックマークの、サービス。それから、理解くんという、日本語の、ウェブページを読むときに使う、拡張機能ですね。これを、使ってもらいたいと思っています。で、このビデオではその使い方を紹介します。はい。まずはですね、YouTube を教材にするための LLY、Language Learning with YouTube という、Chrome のエクステンションを入れてください。ここにあるこの、リンクを開くと、皆さんの Chrome に、この、拡張機能を入れることができます。これを入れた後で実際にこの、ですね、YouTube を見てください。もう私はこれ入っているので、入れるところはしません。ちなみに私がこれを使っているのは、ヒンディー語の勉強にも使えるからですね。はい。なので、これは日本語だけではなく、いろんな言語を勉強するときにも使うことができます。はい。ではちょっとこの YouTube を、見てみますね。はい。これが、YouTube の、動画です。はい。ごめんなさい。はい。では皆さん、改めまして、こんにちは。はい。今、僕の耳には、この植松さんですね。植松さんが話している言葉が聞こえていますけど、多分皆さんには聞こえていないと思います。はい。では、ここから実際に使い方を、見てみましょう。ちょっと待ってね。最初にするのは、画面下のスイッチで LLY をオンにしたりオフにしたりっていうことです。はい。これはですね、ここのところに、このエクステンションをインストールすると、この、ところに、このスイッチが出てきます。今オフになっていますから、オンにしてみましょうね。最初、ちょっとこれを止めておいて、はい。Loading Subtitles Please Wait というふうに書いてあって、はい。こういうふうにですね、日本語と英語が、
ごめんなさい。ちょっと待ってね。はい。で、日本語と英語がこういうふうに、同時に、見ることができる。これがですね、LLY のいいところです。はい。で、これ、これをもう一回押すと、これがオフになります。なんでかっていうと、多分皆さんは言葉の勉強以外にも YouTube を使うと思うんですね。でそういう時には、これをオフにしているといいです。だけど、言葉の勉強をするときには、こうやってオンにして使ってみましょう。はい。次は、AP のスイッチをオンにしてみる。AP というのは、これ、オートポーズですね。自動的に止まります。これが AP です。はい。右の方にありますね。これが AP。今、オフになっていますから、こうやってオンにしてみました。はい。そうすると、ちょっと、私、この再生ボタンを押した後、すぐに動かしてみますよ。これをね。こうやって。はい、でもう一回。緊張がほぐれました。今から皆さんに時間を借りてお話を聞いてもらいます。それは。はい。わかるでしょうか。つまり、ここで再生ボタンを押した後に、一つの字幕が終わったら、そこで止まるんですね。なんでかっていうと、これが必要なのはですね、自分で手でビデオを止めると、この字幕がもう消えてしまうことが多いんです。なので、字幕が消える直前、字幕が消えるすぐ前で、ビデオを止めます。そうすると、この字幕を一つ一つ読むことができます。あ、今ちなみにここですね。私これがオンになっているから、これは消した方がいいですね。はい。ちょっと待って。それは思うは招くという話です。僕の母さんが中学生の時に教えてくれた言葉です。思ったらそうなるよって意味です。はい。はい。で、これが AP でした。では次は、字幕の中の単語にマウスオーバーする。クリックしないでマウスオーバーするというのをやってみます。はい。例えばこれがマウスですね。これクリックしないでこの意味っていうところに、マウスのポインターを持ってくると、この上の方にですね、こういうふうに、上の方に、その言葉の英語で、その言葉が英語で表示されるわけです。はい。思う。think, feel, suppose. こういうふうにですね。こういうふうに。はい。これが、マウスオーバーの時の機能ですね。はい。なので、最初からこういうふうにやっていくと、一つ一つ、意味が表示されるわけですね。はい。じゃあ次はクリックしてみましょう。クリックしないとこれだけですけど、じゃあここでクリックすると、こういうふうにですね、もっと詳しい、説明と、それから例文もですね、出てくるんです。で、このですね、例文は、実はですね、辞書の中の例文ではなくて、すべて、この、植松さんのスピーチの中の例文です。ここに今、1、2、3、4つありますね、例文がね。1、2、3、4って4つありますから、植松さんはこのスピーチの中で意味という言葉を、4回使っているというわけです。で、このマウスをこの例文の上に持ってくると、その英語の意味も表示されます。その意味なくねっていうのは、こうですね。doesn't it make sense? というふうに、出てくるわけですね。こういうふうに。それぞれの、英語の意味も表示されます。はい。はい。次はですね、再生しながらキーボードの ASD を押してみましょう。はい。で今、今止まってますけど、A を押すと、こういうふうにですね、さっきの前の、言葉が、前の字幕が出るんですね。で、S をやると、あ、今ちょっと聞こえてないという意味がないですね。思ったらそうなるよっていう意味です。はい。今、思ったらそうなるよっていう意味ですというふうに、植松さんが言っています。で、これをですね、これをですね、今は S の、キーボードのキーを押しています。つまり、何回もですね、S を押すと、何回も、
同じ言葉を繰り返して聞くことができます。はい。今皆さんの耳には多分この植松さんの声が聞こえていないと思いますけど、私のここには何回も同じ言葉が聞こえています。はい。あ、ちょっと繰り返しね。はい。てか、復習ですけど、A は戻る。S は、今見えている字幕をもう一回聞く。D は次の字幕のところに行くという意味です。はい。バーティカルビューというのをじゃあ開いてみましょう。バーティカルビューはここの、これハンバーガーメニューとかって言いますけど、これを開くと、この右の方にですね、こういうふうに、字幕が出てくるんですね。これ同じです。ここにあるのとここは同じです。でも何が違うかっていうと、まあほとんど同じなんですけど、じゃあ字幕にマウスオーバーしてみると、さっきと同じように、こういうですね。今度は、この左の方に出るのはわかりますか？はい。はい、左の方に出ていますね。上に意味、ミーニング、センス、インプリケーションズというふうに英語で書いてあって、下にこの字幕の英語の翻訳がその下に出ています。はい。はい、次は、バーティカルビューの中の字幕の再生ボタンを押してみましょう。じゃあ、例えばですね、これ、こうやってマウスを持っていくだけでは、そこは再生されませんが、ですけど、ここに再生ボタンがありますよね。これを押すと、こういうふうにですね、何回も同じところを、再生することができます。はい。じゃあ、セッティングを開いてみましょう。セッティングはですね、このボタンの右にある、ここですね。はい。これです。これを開くと、こういうふうに、いろいろな設定を見ることができます。はい。で、ボキャブラリーハイライティングをレベル1で視聴してみる。はい。ではですね、今、レベル1になっていますね。これ、レベル1だと基本的な言葉だけが、今紫色ですよね。紫色になって出てくるお話っていうですね。こういうとても簡単な単語だけが、こういうふうに出てきます。で、これをですね、もうちょっと難しい言葉にしてみましょうか。あ、ごめんなさい。はい。9500っていうと、もっと難しい言葉の方が、たくさん、紫色にハイライトされるようになります。はい。さっきお話っていうのは紫色にハイライトされていましたけど、今はハイライトされていませんね。なんでかっていうと、これは簡単な言葉だからです。僕も今日もお話もみんな簡単な言葉なので、ハイライトされていません。ではちょっと、再生してみましょう。ちょっとここを止めましょうね。あ、はい、今。はい。ですね、ちょっと今一つ戻りましょうかね。はい。植松と思っていますって書いてありましたね。あ、まあいいや。はい。まあこういう地名とかですね、赤平っていう地名とか、あとさっきの、植松と思っていう、これ人の名前ですね。人の名前は、やっぱり簡単な言葉、簡単な辞書には入っていないので、こういうふうに紫色にハイライトされて出てくるわけですね。これがそのワードレベルの、ボキャブラリーハイライティングのレベルの設定です。はい。ですから皆さんのレベルに合わせて、これを、設定すると、皆さんにとって難しすぎる言葉は出ないし、簡単すぎる言葉も、このハイライトされないということになります。はい。で、ここまでが、LLY の説明でしたが、実はですね、これには、Netflix 用の LLN という、全く同じアプリもあります。これは Language Learning with Netflix というものですね。これは Chrome の、これも Chrome のエクステンションです。はい、で、YouTube よりも Netflix の方がいいです。だから、その、ネットフリックスも、見ることができる人は LLN の方を使ってください。どうしてかっていうと、
ネットフリックスは日本語の字幕が正しいんですね。間違っていることはありません。だけど、YouTube の方は、人ではなくて、機械が、つまりコンピューターが字幕をですね、自動的に作る、そういう日本語字幕も YouTube にはあるんです。で、これは、まあ、95% ぐらいは正しいですけど、時々ですね、字幕が正しくない時もあります。ですので、両方使うことができるんだったら、Netflix の方を使った方がいいですね。で、YouTube を使うときは、この自動生成ではなくて、さっきのTED、TED、TED のような、人が字幕を書いている、そういうビデオだけを使った方がいいです。はい。じゃあ、ここからはですね、ハテナブックマークについて説明します。はい。ハテナブックマークはソーシャルブックマークという種類のウェブサイトです。ソーシャルブックマークでは、みんなでブックマークを共有します。で、みんながブックマークしたページは多分面白いです。で、誰もブックマークしていないページは多分あまり面白くないですね。だから、ソーシャルブックマークでは、これをソーシャルブックマークのサービスを使うと面白いページを見つけることができるんですね。で、日本で一番有名なソーシャルブックマークのサービスは、このハテナブックマークというものです。皆さんも、自分の好きなカテゴリーかサブカテゴリーを選んでください。で、それを自分のクロームにブックマークしてください。ちょっと実際にやってみたいと思います。はい。ハテナブックマークを開きますね、今ね。はい。今、ハテナブックマークを開いているところです。はい。これが、ハテナブックマークですね。で、ハテナブックマークの、トップページです。はい。で、で、ここにですね、総合、一般、世の中、政治と社会、暮らし、学び、テクノロジーっていうふうに書いてありますね。これがカテゴリーというものです。で、このカテゴリーの中に、ちなみにエンタメはエンターテイメントのことですね。このカテゴリーの中にもっと小さいカテゴリーがあります。それがサブカテゴリーですね。エンターテイメントの中にもスポーツとか、映画とか音楽、アイドル、芸能、サッカー、将棋、囲碁とか、こういうですね、サブカテゴリーがあります。じゃあ、例えば映画っていうのを見てみましょうかね。はい、映画ミッドナイトスワン、作品としての評価と作品への倫理なんとかというふうに書いてありますね。これも映画についての、ページで59人のハテナブックマークのユーザーがブックマークしているという意味ですね。はい。はい。じゃあ、これがその、サブカテゴリーですね。エンタメの中の映画のサブカテゴリー。で、これをですね、じゃあ、ブックマークするというのはどうすればいいかっていうと、はい。この Chrome を使っているときは、この、URL の、これアドレスバーって言いますけど、アドレスバーの右側の、この星ですね。星をクリックします。で、そうすると今、まあ、いろんなフォルダーがありますけど、私はこの、今、便利ツールというのに入れてみましょう。そして、ダンですね。はい。で、今ですね、さっき、今のページをもう閉じてしまいましたけど、もう一回、見たいときに、私のこの便利ツールっていうのはこのアザブックマークの中に入っていますから、この中の一番下に入っていますね。これですね。これを開いてみます。そうすると、さっきと同じように、ハテナブックマークの中のエンタメの中の映画の、ページを見ることができるわけですね。ですから、映画についていつも日本語で、新しい情報を見たい人は、このようにしておくと、自分の好きなトピックの新しいページを毎日見ることができるわけです。例えばこれも9月28日になっていますね。はい。新しい情報をここでたくさん見ることができます。はい。ちなみに今新着になっているから新しいんですね。こっち人気と新着って2つあります。
人気にすると、新しくないけど、人気があるページ、そういうものが出てきます。で、新着にすると、新しいページがたくさん、出てくるわけですね。はい。はい、これがソーシャルブックマークの使い方です。で、これをですね、漫画と違って、こういう、文字で書いてある文章を読むときには、この理解くんというのがあるととてもいいです。はい。理解くんというのは、日本語のページを読むときに使う、Google の、Chrome の、エクステンションですね。これも、LLY、LLN と同じように、Chrome のエクステンションになっています。はい。ちょっと待ってくださいね。うん。はい。で、ここからインストールしてみてください。で、もう僕の場合はもう、インストールしてありますから、実際にこの理解くんを使いながら、ハテナブックマークの、記事を読んでみたいと思います。はい。じゃあですね、ここにさっきの映画の、一番新しい、ページを開いてみましょう。で、ここにもですね、まあ、いろいろ難しい言葉がたくさんあります。で、理解くんを見るときは、あれ？まあ、ちょっとないですね。ちょっと待ってくださいね。あれ？理解くん、私入れてないみたいですね。ごめんなさい。じゃあ、これから入れますね。変だな。はい。じゃあ、ここからインストールしましょう。Add to Chrome。はい。じゃあ、インストールしますね。今からね。私はこれはですね、日本語にしか使えないので、私はあんまり使っていません。さっきの LLY、LLN は、日本人がヒンディー語とか英語を勉強するときにも使うことができますけど、今、はい、出てきましたね。この理解くんは日本語の勉強にしか使えないので、まあ私は自分ではあまり使ってないんですね。はい。あれ？今入ったよね。あ、はいはい、今ここにあります。はい。理解くん、これね、ちょっとピンにしておきましょう。はい。はい。で、今ですね、この理解の理という感じですね。これがあれば、もう理解くんがインストールされているという意味です。では、さっきの、ここのページに戻って、この理解くんをオンにしてみましょう。一回クリックするとオンにすることができます。じゃあ、例えば、最初の、これ。あれ？まだ来ないのかな？あ、はい、今出てきました。はい。ちょっとこれ1回目なので少し今遅かったですけど、これ1回目だけです。2回目以降は、今みたいに時間はかかりません。はい。この漢字が映画という読み方だっていうのがわかります。それから、ムービー、フィルムというふうに、下に、英語の翻訳も出ていますね。じゃあ、ミッドナイトって何なのかなと思うと、はい。ミッドナイトは英語のミッドナイトというふうに出てくるわけですね。スワン。スワンは英語のスワン。鳥ですよね。日本語で白鳥とも言いますけど。はい。作品、ワーク。評価。っていうふうに、こういうふうにですね、難しい言葉の上に、マウスでポインターを動かすと、その漢字の読み方とか、英語の翻訳とかをすぐに見ることができます。で、とても早いですから、こういう、難しいものを読むときにはとても役に立つと思います。はい。どこだっけ？こっちかな？はい。それでは私の説明はここまでです。で、課題がですね、一つあります。で、これはですね、水曜日のズームの後にやってくれればいいです。で、ここの二つのうちの一つを選んで、やってみた感想を WhatsApp のグループチャットに投稿してください。一つ目は LLY か LLN で日本語の動画を見てください。二つ目はハテナブックマークから好きなページを選んで理解くんを使って読んでください。で、でその感想を投稿するわけですね。で、WhatsApp には自分の参加者コードと
ハッシュ01からハッシュ23ぐらいまでありますよね。で、課題コード。今回の課題コードは、ハッシュ課題04です。で、これも書いて投稿してください。で、自分の参加コードは数字だけではなくて、ハッシュ01、ハッシュ02っていうね、これも、このマークも忘れないで書いてください。はい。それでは、私の動画はここまでです。ズームでお会いしましょう。さよなら。